ジュ・レスピール株式会社は2012年10月、日本におけるメンタルケアは病んだ人がするものというネガティブなイメージを変えたいという一心で起業。正しいメンタルのメカニズムや効果的な鍛え方を分かりやすく情報発信したり、心理学を活用したコンテンツ開発、監修などを行っています。代表取締役社長松島正美、1972年広島県生まれ。メンタルケアは病んだ人がするものという文化を変え、自分で自分を生き生きさせられる大人になるための心理学、自己理解とストレス対処法を学ぶを義務教育に入れるという目標を掲げ、2012年40歳の時に起業。心理職として27年、延べ2万5000人以上をカウンセリング、延べ2000人以上のアスリートのサポート、300以上の講演・研修を行う。著書として頭と心がすっきりする眼球体操を出版し、1万冊完売、韓国語版も発売されました。教育機関においては専門学校や高校で弊社作成のプログラムが必修授業となりました。ワールドビジネスサテライト、日曜日の初耳学、ジャンクスポーツ、東洋経済オンラインなどテレビ、雑誌、サイトに多数取り上げられています。企業との提携ではABEXやオリンパスなど共同コンテンツ開発や心理学マーケティングサポート、研修、業務委託のカウンセリングを行っています。弊社オリジナルコンテンツとして一番評価いただいているものがメンタルビジョントレーニングです。メンタルビジョントレーニングは目からメンタルを鍛えるメソッドとして、子どもからアスリートまで誰にでもできる簡単で効果的な方法です。野球、サッカー、バレーボールなどの日本代表選手をはじめ、子どもの療育現場でも活用されています。インストラクター育成を行い、全国で100名以上のインストラクターが活躍しています。6月にリリースする新しいコンテンツがメンタルブレスです。自己決定力を身につける学び場として広めていきたいと思っています。遺伝子レベルで不安を感じやすい日本人の自己肯定感を上げるために欠かせないのが自己決定力。一人でも多くの方に、気持ちの持ちようではメンタルは強くならないということ、脳の機能を鍛えることがメンタル危機を予防することを知ってもらい、前向きな未来を描く手助けをしたいと思っています。